はい、どうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日はですね、以前からちょっとやってみたかったんですが、新しくバージョン 3.00 にアップデートされた時にみんなのワールドっていうのができたから遊んでいきたいと思います。で、このピーチ姫がね、もうめっちゃバンザイしてるやつうわーみたいな感じで、もうヘルプって書いてるけど、もうめっちゃ助けてほしそうだよね、あのヘルプっていうか、あのヘルプのピーチあんまり可愛くなくない？でね、このコースに入るといろんなね、ワールド、まあいろんな方が作られたワールドがあるんですが、どのコースを遊んでいこうかなって思った時に、まあ当然ハートがね、もう多い方がなんとなく楽しそうだから、このハートマークが一番多い、お、日本人じゃん、日本人の方じゃん、これイーショーオーって書いてる、まあこの方のコースをちょっと遊んでいきたいと思います。そして始めるとイーショーオーワールド、うわめっちゃ可愛いよね。そしてこの音楽もめっちゃ懐かしいな、なんかハックン、ハックンだったっけ、ハックンめっちゃいるんだけどよし、それじゃあこの速攻チャレンジで白だけど、このコース遊んでいきましょう。一応10機あるのか、マリオはムササビマリオで GO、 いいね、スーパーマリオワールド U のスキンだこれ。いやいいよこういうの、うわめっちゃくっちゃ久しぶり、もうねニューマリ U の頃めっちゃ遊んでたからね。よし行け、ここでチャンスこれもね、今回新しく追加されたスキンで、あ、スキンというかアイテムか、今回新しくアップデートでね追加されたアイテムなんですよね。確かムササビマリオだったっけな、まあそのまんまだけど、まあムササビのようにね飛んでいくマリオです。オッケーで、こうよしで左で右、オッケーオッケー、まあ雰囲気としてはスーパーマリオワールドに出てくる羽、まあマントマリオにちょっと似てるよね、動き方としては。まあでもこれね、ちょっと気をつけなきゃいけないのが、左右にこう移動するときは、まあ振り向いたときちょっとねこうガクンって下がるんですよね。うわ危な危ない危ない、よしよし、やられるとこだった。でこのまんま壁ジャンプしてでゴールっていう感じかな、うん、多分きっとこれでゴール、オッケーてっぺん取れなかったけどステージクリアで、次どうなるんだろう、え終わり、え終わりか、なんか1って書いてたもんね。そっか、ワールドクリアしちゃったな。お、ワールドを初めてクリアしました。ファイヤーマリオのシャツを手に入れた。ちょっと待って、着替えてみよう。ファイヤーマリオのシャツってどんなんだろう、これ、なんかめっちゃ普通じゃんめっちゃ普通、まあいっか。まあ、次にねハートマークが多いのがこの2328のこのアメリカの方なんだけど、やっぱね日本の方のコースをしたいんで、僕はねこのマサタロウマサオのねコースをワールドをね遊んでいきたいと思います。よし、マサタロウマサオワールド、それじゃあ1対1やっていきましょう。どんなステージだろう、まあ日本人の方のステージって結構楽しいステージが多い気がするんですよね。天空の王国でか、なんかめっちゃ楽しそうだもんね。よし、それじゃあいいね、このニューマリのスキン、さっきもニューマリのスキンだったけどやっぱ楽しいわ、まあ、やっぱ一番好きだわこのスキンが。で、これはジャンプ、オッケーで上に上がっていこう。これは壁伝っていっていいのかな、オッケーオッケー、優しい、なんか初見殺しっぽくないよねこのステージ、まあ、こういうステージがねやっぱ面白いんですよ。オッケー、しかも最初なんか30機もあるわ、優しいな。で次はまあ30機もあったらそんなにね多分1機アップを無理して取らなくてもいいでしょう。まあ一応集めながら行くか、10コインは。でこのまんま右に行く、そしてこれも右に行きましょう。でこれってオンオフ、え、なんだろうこれ、
あ、これヒップドロップか。なるほど、これヒップドロップしてパックンを上げて、よし倒してしまえ。これ上でいい？オッケーオッケーオッケー。で降りる。そして今度は、おお、これでクリアか。一気アップをてっぺんで取っていこう。なんかめっちゃ黄色いな。なんかめっちゃ白黄色くない？あんなんだったっけ。うわ楽しい、この人のステージ。まあ正直言うとちょっと簡単なんですけど、やっぱ楽しいな。お、なんこれ、もしかしてミニゲームみたいな感じ。ルーレットを止めて絵を揃えよう。うわ、こんなんあるんだ。いや、これちょっとね、アップデートの時にね、まあ分かってはいたんですけど、これ優しい。よし、いけ、揃ってくれ。やった、一気アップ揃ったぜ。なんかあのキノコ顔長いけど。よし、次はお化け屋敷かな。それじゃあ次のお化け屋敷、不思議な館からの脱出、マサタロウマサオさんね。これは、あ、別になんもない。で、ジャンプ、なんもないな。新しいスキンのね、アイテムが出てきたら結構楽しそうなんだけど。で、このドアに入って、あ、一気アップもめっちゃくれるし、これ無限一気アップできんじゃんこれ。あ、どこまでマリオチャレンジみたいに、その1回のコースで3個以内みたいなんは、3期以内か、3期以内みたいなんはないのかな。何回でも一気アップできる感じ。あれあれ、あら、あ、なるほど、このブロックを叩くとこのキラーの砲台が落ちてこないっていうシステムね。面白いな、そういうの初めて見た。え、なんこれ。まあいいや、これここで叩いておく。そしてまたドアに入る。そしたら、なるほど、今度このボム兵が出てくるのか。でこんな感じ。待って、危ない危ない危ない。で、あ、待って、これ俺なんか失敗したパターンかなこれ。でもどうやって行くんだろう。で次に、あ、でここでこれ倒せばいいのかな。いけ、よし、 OK。 でここでキノコを取って、よし、全部取ってしまえ、ピンクコインを。よっしゃ。これで鍵が集まったっていうか、何これ、何この曲。うわ、何の曲か全然分かんなかった。強制ゴール。強制ゴールだ。あ、かわいい、この虹見て、この虹渡ってる、めっちゃかわいい。でマリオもなんかちょっと長くない？ちょっといつもよりね、なんかマリオ長い気がするんですよね。マリオのスペース冒険記、失われた大地と神々の、ちょっと待って、見てなかったけど、これはジャンプしてキラーを踏んでいこうか。でここもキラーを踏んでいく。でここもキラーを踏んでいく。 OKOKOK、 いい感じの難易度だ。よし、 OK、 でジャンプ、 OKOK。で、あ、よかった、ゴール条件見てなかったけど、ゴール条件達成できてる。コイン124枚以上か。まあでもね、そんなゴール条件見てなくてもクリアできる、もう僕にとっても最高の優しさがこれで、一回このね、土管に入ってここに行ってみようか。このワールド6になるのかな、ワールド4かな。よし、それじゃあ今度はスーパーマリオブラザーズ。よし、来た、カエルマリオ。わ、今回初めてなんですよね、このカエルマリオを操作するのは。なんでも、あー。待って、やられちゃった。うーわ、ちょっと待って、マジかよ、めっちゃ楽しみにしてたんだけど。あら、あっちゃー、ちょっと待って、みんなも見たかったよね。うーわ、ちょっと待って、俺一回ちょっと死んでいい、これ死んでいい、待って、死んでいい、あ、待って、ちょっと待って、もしかしたらここにあるかもしれない、これ、これもしかしたら、ないな、ないな、ちょっと待って、一回ここやり直そう、一回ここやり直そう、せっかくね、新しいスキンだからぜひ見ておきたいんですよ。よし、それじゃあやり直しして、このカエルマリオをね、
このカエルマリオもね、走って渡れるみたいな、ないのかな。あら、一回ダッシュしておかないと難しいのかな。なんかね、カエルマリオだったら水中を渡れるみたいな、俺聞いたことあるんですが、まあ後ででいいか、それは。オッケー。とりあえず走らなきゃ無理なのかな。走るって言っても走る場所がないからな。オッケーで、踏んでいこう。待って、全然走れなかった。勢いつけれないもんな。ほら、もしかしたらなんかこうダッシュできる、あの床のパネルがあるじゃん、あれで、あれに乗ってこのカエルマリオだったら水中の上を走れるっていうことなのかな。よし、それじゃあもう一回ルーレットをやっていきますか。あ、違う、今度風船おみくじ割ってみよう。え、 A ボタン連打でいいのかなこれ。で、このまま押し続けると、一気アップもしかしてこれ A ボタンがめっちゃ早い人はなんか3気アップとかすんのかな。よし、それじゃあね、次今度は城、多分このステージの最後だな、ボスだ。スピードラン20秒、砂漠の夜、夜の砂漠で。オッケー、いいね。おー、ギリギリ攻めてんな。てか早い早い、マリオが早い。うおー、ちょっと待って、え、うおうおー、この私ピオキング次で行ってみせましょう。よし、でジャンプして、ここはねちょっと自動っぽいから走っていける。で、ここジャンプして渡る。オッケー、でジャンプ、よし、でここもジャンプ。おー、ちょっと待ってくれ。ちょっと待って、なに、ここ。よし、それじゃあ次こそ行ってみましょう。まあ20秒だからね、コース的にはそんなに長くはないと思うんですよね。よし、でジャンプ、オッケー。で、次はこれは上はもう無視していっていいとして、オッケー。で、これでこの人のコースはワールド1は完全クリアって感じかな。お、大砲が出てきて飛んでいく。なるほど、これでワールド2に行くのか。いや、めっちゃ面白いねこのワールドコース。待って、しかもマリオめっちゃ踊ってるしめっちゃ可愛い、あのマリオ。エグザイルじゃチューチュートレインしてるんだけど。それじゃあね、どんどんやっていきましょう。ワールド2の1か。一応これ2の1とかそういう表記はないんだ。 W の2とかしかないんだね。ワールドに今度は30秒、どんどん難しくなるのかなこの人のコースは。で、このままダッシュしていく。で、上に行って、で、右か。まあ、難易度的にはそんなに難しくはないかな。オッケー、ジャンプ、オッケーオッケー、これ一発でクリアしたいな。で、ジャンプ、いいね、ジャンプ、オッケーオッケーオッケー、ジャンプして、で、ドアに入る。そしたら、おーし、オッケーちょっとびっくりしたけど、一発でクリアできました。それじゃあ次、ワールド2の2やっていきましょう。寒い夜を爆走。なんかスピードランが多いね。いや、スピードランね、めっちゃ好きだからいいんですけど、めっちゃ息アップもらった。何回死んでもいいじゃん、ここ。何回死んでもいいじゃん、こんなに息アップくれるんなら。オッケー。で、ジャンプ。オッケー。そして次は、これ左かな。待って、ちょっと遅かったけど大丈夫かな。いいね、こういうのめっちゃ好き。オッケー、よし。で、次は、おーいこれでいいの、これでいいの、大丈夫かな今ので。これを上に入って、ドアに入るとゴールか、ゴールか、早く早く、間に合わない、あ、危ない000秒、まあ、絶対クリアできないと思った。いや、めっちゃギリギリだったね。よし、それじゃあどんどんやっていこうか。今度はなんかモアイ像がいるけど、これ砂漠ステージかな。リンクの大冒険、謎のピラミッドと数々の仕掛けたち、伝説っていうことはリンクか。オッケー、いいね。リンクの操作をね、まだ上手くないからな。よし、ダッシュしてこれ渡っていこうか。オッケー。で、これは、これはどうするんだろう。え、どこにいるので、これは
ヒップドロップの感じで OK。 そしてこれは何だろう、なんもないな。でこれは弓矢で当てていく。 OK。 そしてこれはドスに上げてもらうだったのか今のでドアに入る。あ、ちょっと30コインちょっと取っておきたかったな、爆弾で。うお、びっくりしたー今よかったー、よく今ね倒せたよね。オッケーゴールで、次もお化け屋敷か。このお化け屋敷のね表示っていうのかな、まあ見た目めっちゃ可愛くて好きなんですよね。もともとテレサは僕大好きだから、このねお化け屋敷、ま、待って、地面から離れたら着地しないでゴール、どういうこと、地面から離れたら着地しないでゴールっていうことは、もうジャンプしたらいけないっていうことだよねきっと。よし、じゃあこのまま渡っていきましょう。これ意外と難しいな、危ねえ。よし、でこれも渡っていく。で次はこれをファイヤーボール連打で壊していこうか。そしてこの左右に動いてるリフトで向こうに渡らせてもらおう。でこれは蹴っていいの？オッケーオッケーオッケー、追いかけよう。やった、でこれでジャンプしてゴールっていうことね。ジャンプオッケー THX。 そしてこれがワールド2の最後になります。とにかく青いスピードラン10秒か、10秒しかないけど、それじゃこれは一発でクリアしていきたいな、10秒ぐらいだったら。でこれは、え待って、わパウを手に入れた瞬間にもう投げる形かな。それで一回やってみよっか、パウを持ってここで投げるみたいな。オッケーオッケーオッケー、でジャンプしてジャンプ全然違う、コインの通りに行こっか。よし、それじゃあ次こそゴールしますよ。これコインの通りに行けばいい、きっとそうなんだ。オッケー、走ってジャンプで、ここもジャンプして、あーもうちょっとジャンプのタイミングを遅らせよう。このまま走ってく、で投げる、ジャンプ、オッケー、これはギリギリ届いたでしょう。よし、でこれでワールド2をクリアしたって感じかな。で次ワールド3だね。どんなステージだろう、あ、なんかね水のステージとかある、きっとあそこカエル絶対出てくるよ。お、その右にもねクッパの飛行船がある。このワールドもねめっちゃ楽しそうだよね。それじゃあ今日のワールドステージはここで終わりたいと思います。皆さんもぜひ楽しいマリオワールドステージを見つけて遊んでみてください。それじゃあまたね。